初めて声をかけてくれたのが真帆さんだったんですよ。へえ。あなたと仲良くなれそうな気がするって。いそうですね孤立してる人に声かけるのって勇気いるじゃないですか、真帆さんはすごいです。私もそういう人でありたいって思ってるので、何か力になれることがあったら言ってください。これ見て笑ってるかもよ。